2本とも落ちました。フリースローで得点を奪えなかったギャビンウェア福岡です。あ、ここは見事なシュートを決めていきました。 LJ ピーク、ジャスティン・ハーパー振り返ってスティン・ムーから、ここはファストブレイクになるか。谷口自ら中に入って、ここはレイアップ決まりました。倒れ込みながらのレイアップ、星川健信。おっと、ここはダブルチームでいく、ボール奪った、重富レイアップは決まりました。ここはロッパス、アイザクバッツ対応しているのはワシントン。この辺りはうまさを見せていきます、アイザクバッツです。越谷です。 LJ ピーク、長谷川、あ、ここはアイザクバッツのピックを使いながら、ここはフローター、うまく打っていきました。アイザクバッツ、ジャスティン・ハーパー自ら持ち込んで、ドライブアタックはここは決まりません。ボール落ちています。福岡のいいディフェンスがありました。ワシントン自ら持ち込んでワンハンドダンク、キックアウトから児玉中に入って、もう一度村上、ショットクロックは5秒を切った。村上、これはペリメーターがシュートを打ちました。タフショットになりましたが、ここは決まっています。村上寛武です。これはちょっとボールが足に当たりました。ポゼッション入れ替わって、ハーパーのシュート決まりました。ここは速攻になりました。ファストブレイク、激しいディフェンスをしていきます。ジャスティン・ハーパーとワシントンという、ここでピックを使って児玉、ファイトオーバーでついていく児玉、あ、ここはブロック、重富がボールを入れて、ワシントン、スーッと村上、もう一度ワシントン、見ているのハーパー、ここでスティール、ワシントンのパスですがスティールになって、このレイアップが決まります。前の試合では5分の4のスリーポイント決まった重富です。 LJ ピーク、この当たりは見事ドライブアタック。福岡は児玉からパブロ・アギラール、間合いを詰める激しいディフェンス、スリーポイント決まりました。あ、このシーン、あー、バスケットカウントエンドワン。さあ6点差、ワシントン、ここは自ら持ち込んでシュートを決めます。 11.4 秒。さあ福岡は残り時間がもうあまりありません。ワシントンの3、ここで試合終了のブザー。越谷はこれで5連勝になりました。福岡は連敗が3に伸びました。